まさか共闘する羽目になるとは。貴様とは敵として戦いたかったのだがな。セルゲームの借りを返すのは全てが片付いてからということか。でもよ、ほらデブであげたかんな。おめえに負けるつもりはねえぞ。腕を上げたのが貴様だけだと思わないことだな。おめえも地獄で相当修行して腕上げてきたんだろ。地獄か。どんなとこかよく知らねえけど、地獄ってすげえ辛い場所なんだろ。修行するにゃもってこいなんだろうな。オラも一回行ってみてえな。貴様は地獄を知らんからそんなことが言えるんだ。え？そうなんか？だったらよ、地獄ってどんなとこなんかちょっと教えてくんねえか？地獄は苦痛に満ち溢れた場所だ。それもいろいろとな。いろいろと何なんだ？勝手に想像するがいい。なんだよ、ちょっとくらい教えてくれてもいいのに。無駄口を叩く暇があるなら一人でも多くの敵を倒すことだな。Let's go!
とりあえず例の機械は無事のようですね。それにしてもこの程度の奴らを倒せないのに同行するとは、ブルマという奴はよほどの死にたがりだな。死にたがりだろうと構いませんよ、役に立ちさえすればね。何か考えがあるようだな。当然です。ただ機械が操作できるだけの命知らずであればわざわざ助けませんよ。おそらくブルマという人物は機械技術で孫悟空たちをサポートしているのでしょう。なるほど。で、貴様はその腕を狙っているということか。フリーダ軍を再興するためにも腕のいい技師は必要ですからね。さて、スカウトの前にこのゴミどもを掃除しましょうか。どうなることかと思って、フリーザ、セル、ちょっと孫君、説明しなさいよ。俺らも難しいことはよく分かってねえんだけどよ。今はフリーザが悪いやつじゃねえみてえなんだ。よく見てみなさいよ。あの性格の悪さがにじみ出た顔、あれが改心しているやつの顔のわけないじゃない。意味わかんないこと言ってないで、こいつらどうにかしなさいよ。あのブルマさん、ちょっとこれには事情がありまして。ごたくはいい、さっさと例の機械とやらを作動しろ。
私たちは何度も同じ説明をするほど暇じゃないんですよ。そうせかすなって。こっちにもいろいろあんだかんさ。事情は分かったわけど、本当にそんなことが。ま、そういうわけだからさ、こいつらにあの機械使ってやってくれよ。そんで21号をみんなでやっつけんだ。サン君、本気なの？ああ。でも。女、早くしろ。んだ。そういう脅しには慣れっこなんだから。なに？私が死んじゃったら、誰が波動を中和するのよ。その機械でできた精神といつまでも一緒にいたいって言うなら別だけど、それでもいいの？ブルマさん、すげえたくましくなってないか？そっか、昔っからあだったぞ。装置を使う代わりに私たちに協力するか、一生そのままでいるか、さあどうするのよ。仕方ありませんね。その提案、受け入れましょう。フリーザ様！今は、本来の力を取り戻し、21号を倒すことが先決です。そのために、すべての邪魔者を排除し、自由に戦えるようにならなければ。そうでしょう？わかりました。すべてはフリーザ様の望み通りに。いい？約束だからね。それじゃ、早速起動するわよ。えい！特に変化はないようですが。いや、どうやら効果はあるようだ。消えた。あの妙な気配が消えてる。おそらくその気配は、私たちを乗っ取ろうとした精神のものだろう。だが、そいつももういない。私の中にいるあなただけ、未だに居座っているということですか。最後の最後まで、手間をかけさせますね。あの不快な精神をようやく追い出せた。いつでは感謝の気持ちを込めて。あら、片手を上げてどうしたの？何にも起こらないじゃない。バカな、全く力が出てこねえ。先ほどの説明と随分話が違うようですが。え？あの機械使うと叩けるようになんだろう？ほら、なんか間違ったこと言ったか？あれほど説明したのに肝心なことを理解できてなかったのね。なるほど。つまり我々は嘘で利用されたということですか？嘘は言ってないわよ。自由に体は動かせるじゃない。まあ、まともに戦えるほどの力は出せないと思うけど。どういうことか説明なさい。この装置では波動を抑えるのがせいぜいなの。だから自由に動くことはできても、普段通り戦うのは無理ってわけ。そういや、そんなこと言ってたっけ。悪い悪い、話が難しくてさ。てめえら、ふざけた真似を。ああ、それと定期的に中和装置を使わないとまた元に戻っちゃうから、言葉一つ満足に言えない元の状態にね。つまり今後我々にはこの装置と貴様が必要。この私を脅そうとは見上げた度胸の持ち主だ。
ふふん、何とでも言えばいいわ。というわけで、私たちに協力してくれるわよね。ふん、そう簡単に私がうなずくとでも？ちょっと、何よそれ。あんたたちもうリンクしてないんでしょ？私の装置がなかったらどうなるか。残念ながら、私はリンクが解除されていないのですよ。あなたがいなくても、痛くも痒くもありません。え？本当に？あなた方には、私を騙した罰を受けていただかなくてはね。そんなこと言わずに、私たちと協力しましょう。あなた、一度ならず二度までも私の邪魔をするつもりですか？いい加減にしないと、今度こそあなたを消しますよ。あ、これってひょっとして、またフリーザの中にいるやつが悪さ止めてくれてんか？本当にあなたという人は、こうも思い通りに動かないとは。いいでしょう。この私にここまで反抗したのです。すべてが片付く頃までに、それ相応の覚悟をしておきなさい。まったく、ただの虫けらの分際で、こうなってしまっては仕方がありませんね。私にリンクしているあなた、21号を必ず倒すのですよ。たとえ孫悟空たちの力を使っても。